はい、こんにちは、夏林です。初心者のためのギター講座。今回取り上げる曲は、スピッツさんの楓です。この曲はですね、カポ1にして弾く必要があります。1フレット目にね、カポを取り付けて、C だとこんな感じ。G だとこんな感じの音になります。まずはカポを用意してください。で、その上でストロークの解説なんですけれども、16ビートストロークが弾けるのであればね、そんなに難しくないと思います。G を弾くと、っていうようなストロークパターンです。じゃーん、じゃん、じゃか、じゃか、じゃん、じゃん、じゃか、じゃーん。じゃんじゃか、じゃか、じゃんじゃんじゃか。まあ、これをずっと繰り返していくような感じです。まあ、一小節につきね、コードが1個のところはそれでいいんですけれども、一小節につき、コードが2個のところは、その、さっきのパターンの前半部分だけをずっと繰り返すような感じで弾くといいと思います。要するに、まあ、こんな感じですね。じゃーん、じゃんじゃかをずっと繰り返してコードチェンジしていく。C と G で、G と C か。G と C でやると。まあ、こんな感じになりますので、まずそれができるっていうのを前提にして、実際のコード譜見ていきましょう。はい、こちらが実際のコード譜です。まあ、イントロ、A メロ、ここから B メロ、で、ここからサビっていう感じになります。で、短いね、間奏部分も入って、まあ、それを繰り返していくような感じの構成になってます。使われるコードで、やっぱ一番難易度が高いのは B マイナーですね。G からいきなり B マイナーが歌うのところがね、で出てくるわけなんですけれども、まあ、なんとか、1回、2回、ここにしか、2つしか出てこないところなので、なんとか頑張っていただきたいなと思います。あと、サビの手前でね、B7 っていうね、ちょっとやらしいコードが、やらしいっていうのも変かもしれない。ちょっと若干苦戦するコードも出てきますが、まあ、サビの手前で出てくるのでね、なんとかそこのコードを弾きこなせると、すごくね、この曲がぐっと引き立つので、頑張っていただきたいなと思います。イントロの弾き方なんですけれども、原曲そのものだとね、ピアノのフレーズがあるんですけれども、まあ、なかなかね、それをギターで再現するのは難しいので、アルペジオでね、弾いてみましょう。でね、今回ね、ピックを使って、でアルペジオをやってみます。C、D で G、E マイナーですけれども、C をアルペジオでちょっと弾いてみたいんですが、その時に重要になるのが、特に最初の頃はあまりこう、この弦を次弾かなきゃならないっていうふうに、あまり考えすぎないのがいいのかなと思います。まあ、そう言いながらも、一番、最初の音はね、C の一番最初の音は、なんとか5弦スタートで弾いてほしいなと思うんですけども、その他の弦は、あとは、上、真ん中、下、真ん中、上、真ん中、下、真ん中、下、真ん中っていう風に弾いてあげるといいと思います。その上で、下、下、上、上、下、下、上、上っていう風にピックを動かしてあげると簡単に弾けるかなと思います。まあだいぶこうなんだ弾く弦の順番は適当でしたけれども、でも下、下、上、上で上の方、真ん中、下、真ん中、上、真ん中、下、真ん中っていうふうに弾くと、まあ、なんとなくそれっぽくなるのでね、そのなんとなくでいいから雰囲気出しましょうっていうのを大事にしてほしいなと思います。で、その上、真ん中、下、真ん中っていうのを1回として、
タン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  G E E マイナーっていう風にね、音を出してあげると、そのなんとなくアルペジオっぽくなるので、やってみてください。 C です。 D G E マイナー C D で、ここの G からストロークです。っていうふうに、ここからストロークになって、あとはもうずっと、さっきやったストロークで弾いてあげると、曲になってくれます。ここからやってみましょう。バスでは E7 か A7。 いたずらなきゃティートリア。これが1行目までですね。次こっから G。 心ここでね、G♭4G っていうコード進行を入れてあげると、結構いい感じで広がりが出ると思います。ここの G♭4G なんですけれども、僕がよく使うですね、簡易的な G♭4 の押さえ方、正しいダイアグラムとちょっと若干違うんですけれども、G を押さえたまま、ここの人差し指の2弦1フレットを人差し指で押さえて、それをまた離すっていうので、 G♭4G っていうのがね、 G を今までの G の指を押さえたまんま、人差し指を加えるか離すかだけで、そこのコード進行ができるので、ぜひ試してみてほしいなと思います。ちょっとここからもう一回繰り返してみましょうか。ってな感じです。ここね、チャンチャンチャカチャカチャンチャンチャカっていうふうにコード進行してあげるといいと思います。そして、ここからね、2拍ごとのコードチェンジになります。 CCDD、 ゆっくりなねテンポなので、そんなにこう2拍ごとって 構える必要はないと思います。で、さっきやったように じゃんじゃんじゃか、じゃんじゃんじゃかで、もう次のコードに行くっていうので、いいと思います。ここから C からやっていきましょう。なんだっけ、歌詞忘れちゃった。ラララララここが2拍ごとなんだけれども、ここで4拍になるので、元のストロークに戻してあげてください。じゃんじゃんじゃかじゃんじゃんじゃかじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃか。最初の方にもね、言った通り、その2拍ごとのところも、じゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃかっていうのを、
前半部分だけ取り出して弾いてるだけなので、なんか2つのパターンを弾いてるっていうふうに考えない方がいいです。ここは途中までしか弾いてない、ここは全部弾くみたいな解釈をしてあげると、頭が混乱しなくなるのかなと思います。ここも全く一緒です。で、元に戻す。夢もあったけれど、さようで、ここの B7 っていうのは、まあ、いろんな曲でよく出てきます。ダウンストロークだけでね、じゃん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 じゃかっていう風に弾いてあげると、盛り上がりも作れるし、曲の雰囲気も再現できるし、あとそのやっぱね、こうサビに向かってのこう ね、さっきも言った盛り上がりが作れるので、是非ここはねダウンストロークでこう盛り上げてっていってほしいなと思います。で、サビに入ります。 Em、CDG、ストロークは2拍ごとのコードチェンジ。じゃんじゃんじゃか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 っていうようなところです。Em、CDG、 もう超基本的な、すごく簡単なコードなので、むしろこっちの方よりもね、サビだけのところだとめっちゃ簡単かなと思います。さようならの声を。ここが終わったら、ちょっと若干短い2小節分の感想パートみたいなのが入ります。ここは C を弾いてから C サス4っていうのを入れてあげるといいかなと思います。原曲弾くとまたちょっと違うコードかもしれないんですけど、とりあえずね、優しめなアレンジとして、ここを見てください。C サス4から C のコードチェンジっていうのもですね、僕が結構よく使う簡易的な C サス4の弾き方。これが C だったとして、 C サス4、ここの人差し指をですね、Gm7 を押さえる時みたいに、2つ指2つで指1つで弦を2つバレーにする、短いバレー。1フレット目をねバレーにしてあげて、で C に戻す。ことをしてあげると、ここのコード進行をスムーズに弾けると思います。そんな感じで、ここから返しておくか。ここからか。A メロに戻るっていうような感じになります。こんな感じでね、この曲弾いてあげると結構いい感じで弾けると思うので、試してみてほしいなと思います。一応最後にですね、一応通して、こんな感じで弾くといいぞっていうのを、曲を1曲弾いてみたいと思うので、参考にしてみてください。はい、ではやっていきましょう。最初はなんちゃってアルペジオです。からストローク、忘れはしないよ。時が流れても、もういたずらだよ。
サス4を入れてあげる。変わり変わるのぞいた穴から、何を見てたから。ストロークを元に戻す。元に戻す。でダウンストローク。さようなら。君の声を抱いて歩いてゆく。ああ僕のままでどこまで届くだろう。サス4。この辺はもう一番と全く一緒ですね。水玉の雲が散らかっていたあの日まで。 C。 風が吹いて飛ばされそうな鍵魂で、F なんですよ。瞬きするほど長い季節が来て、呼び合う名前がこだまし始める。次の D はダウンストロークでいいかな。ダウンストロークで盛り上がりを作ってから、ラー君の声を抱いて歩いてゆく。ああ僕のままでどこまで届くだろう。繰り返しです。抱いて歩いてゆく。ああ君のままでどこまで届くだろう。ああ君の声を。まあ原曲だとフェードアウトです。まあ、あとはずっと、そんな感じで、ぜひこの曲弾いてみてほしいなと思います、いかがだったでしょうか。フルパートのねコード譜は僕のホームページの方にも掲載してますので、ぜひそちらの方もチェックしてほしいなと思います、最後までご覧いただいてありがとうございました。ではさようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。